イブ・ボルフリーブに今季からシード選手として出場しているコウズマジン一郎。チームメートからジーニー、ジーニーの愛称で呼ばれる彼が、世界のトップ選手が集うリブの雰囲気や、試合の舞台裏、そして自身が所属するチーム、アイアンヘッズの内輪話といった現地情報を届ける。第10戦の地、アンダルシアから発信。イブ10戦目はスペインの最南端。 ジブラルタルにほど近い名門のレアルクラブバルデラまで行われました。両親がどこかのタイミングでリブの試合を観戦したいと言っていたので、今回のスペインに招待しました。両親と姉、妻と長男もいたので大所帯での1週間でした。父、直樹さんはゴルフをするのも見るのも大好き。知っている選手がいっぱいいるぞ、とだいぶ鼻息が荒かったですね。特に興奮していたのは、 フィル・ミケルソンやヘンリック・ステンソン、スウェーデン、ルイ・ウーストハイゼン、南アフリカ、といった往年の名選手たち。試合でイアン・ポールター、イングランド、と同組だったことにも、ジーン、お前すごいな。ポールターと一緒か、と感動していましたよ。一方で若い選手はあまり知らないみたいで、ブライソン・デシャンボーを見ても、誰だったかな、あの選手、という感じでした、わら。 中でも父はセルヒオ・ガルシア、スペイン、の大ファンなんです。前半と後半でプロが交代するプロアマ戦では、ちょうど自分とガルシアが入れ替わりでした。気づけば父は、ビッグファンです、と言ってガルシアの横に行き、ちゃっかりツーショットを取っていたので笑うしかありません。そのガルシアが今回優勝したので、俺のおかげかな、なんて冗談を言っていましたよ。両親は国内だと年に1、 2回は観戦に来てくれていて、住んでいる鹿児島から近い宮崎のダンロップ・フェニックスは必ず来ていました。海外に出るとなかなか見てもらえないですから、こういう機会は嬉しいですよね。夜はみんなでスペイン料理を食べて、試合が終わったら、そのままみんなでバルセロナ観光も、サグラダ・ファミリアにも行きましたよ。久しぶりに家族全員での時間を満喫して、 少しは親孝行ができたかなって思います。姉、小妻ことの、もう自分の試合の合間を塗ってきてくれました。僕の試合に足を運んだのも5、6年ぶりだったとか。スペインもリブの試合観戦も初めてで、だいぶ楽しかったみたいでよかったです。優勝したガルシアにとっては過去に欧州ツアーで3勝するなど相性のいいコースとのことでしたが、自分にとっては非常に難しいコースでした。 フェアウェイは狭くて、グリーンの傾斜がきつい。さらに13フィートもスピードが出ていたので、最後までタッチが合わずに終わってしまいました。3日間で通算9オーバー40位。次はイギリスに移動してロンドンでの試合。残り少なくなってきたので、ポイントを稼いで来年の出場権を確実にしていきたいところです。